せーの、どうもこんにちは。今日は1月11日の土曜日です。今日の札幌はこんな感じで、めっちゃ青空、そしてここは大通公園なんですけど、サスケのサードステージみたいな鉄骨足場が組まれてます。全然寒くない。本当にこれ雪降んないからやばいよ。本当にね、今日はね、今から外食に行ってきます。月に1回ぐらい外食するんですけど、だいたいすき家か餃子の王将かに行くんですけど、今日はすき家に行ってきます。今日の札幌駅はこんな感じ。今すき家に行ってきて、これから買い物に行くんですけど、すごい楽しいな、歩いてるだけで。なんか今札幌に住んでるんですけど、未だに札幌に住んでるけど札幌に行くぞっていう感じで家をね出て、まあ旅行に行く前の感じに似てるんですけど、すごい楽しいよ。昔は飛行機じゃないと来れなかった場所が今20分ぐらいで来れるから。じゃあそんな感じで、さようなら。